山本病院院長、山本隆生より開演のご挨拶をさせていただきます。では、院長、お願いいたします。はい、えー、皆さんこんにちは。えー、本日は、山本病院主催の市民公開講座にお越しいただき、ありがとうございます。えー、山本病院は、 令和2年12月24日、創立80周年を迎えることができました。えー、創立は昭和15年、西暦でいうと1940年になります。非常に計算がしやすくて <laughs>、2020年、昨年ですね、オリンピックの年に、えー、の12月にですね、 80周年を無事迎えることができました本来であれば大々的に祝賀会を催したいと思ってたんですけども、まあ、昨年からのコロナの騒動のおかげでですね縮小、まあ、という形でいろんな事業を取り行っています、まあ、昨年11月21日にオアシスタワーホテルで80周年の記念 式典をこれは職員それから関係業者とともに行いましたそれから昨日ですね3月6日山本病院の外来デイケア棟で病院祭を行いましたでコロナ禍であるため病院祭は病院関係者に限定した形で行いましたが集計したところ 外来から来られたお客さんが218名、それから入院患者さんも参加して、就民患者さん158名参加しましたので、総勢376名の参加で、昨日、成居のうちに無事終了することができました。そして本日、ですね80周年記念事業の第3弾として、一般市民を対象とした市民公開講座を 行いたいと思ってます、えー、今日は初めに特別講演として増井太郎先生から産業医の立場より、えー、職場環境とメンタルヘルスについて、えー、人とのつながりに着目したお話をしていただきます休憩を挟んで後半のシンポジウムでは、えー、私と山本病院職員が、えー、自立と 就労に着目し山本病院での治療の一部を紹介したいと思いますえ近年精神科医療は収容主義の入院医療から地域で支える外来医療へ大きく変わりました薬物療法の進歩により治療困難とされていた精神病も随分改善するようになってきました 社会も大きく変化しており当事者に対して我々はどういうふうに支援をしていくべきなのか今回改めて考えていきたいというふうに思っております本日は大分県東部保健所保健師の佐藤寛子さんにもご参加いただくことになっていますシンポジウムの後半でいくつかの討論ができればよいなと いう,ふうに考えています、えー、本日のこの講演会はですね、えー、実はあの後ろにいっぱいカメラが <laughs> 設置してありますけども、えー、山本病院の入院患者さんにもリモートで配信をしていますまあコロナ禍ですから、えー、まあ山本病院の盆踊りもリモート盆踊りって言って Zoom、えー、ーで配信したりやりましたああのあののずいぶん リモート配信に慣れてきたものですから、まあこれはコロナのおかげというところなのかなと思っております。それからあのこの大ホールの後ろ側、第2階の第一会議室に80年の歴史を写真で綴った展示会も行ってます。えー、まあ山本病院は本当大分県で2番目に古い精神病院だと思ってますけれども。 あのうち私の父がですね、2代目院長が、まあ、非常に几帳面で、えー、写真のフィルムをあのきちんと撮ってくれてたものですから、それを今回、すべてデジタル化して、ですねあのその中からいいものを今日厳選して持ってきてます。あの80年で変わったこと、変わらなかったこと、それから普段知ることのできない、まあ、精神病院についてですね、 あの皆さん見ていただければ、で関心持っていた,だいただければと思って、今日あの持ってきてました。まあ、それも含めて、きょうはあのごゆっくりとお楽しみください。私の挨拶はこれで終わります